はい、売谷さん、今日ははい、今回は西郷さんです。はい、ディレクターの島崎さんの持たれた疑問なんですが、これ写真なのか絵なのかどっちなのかっていう、島崎さん前から言ってたね。確かに ね前から島崎さん言ってましたけど、まあ、絵なんですよ。絵なんですね。絵なんですよ。ここにサインがあるんですよ、描いた人のね。うん、ここにあのいい清曽根っていう、つまりこのはですね、明治の日本に来たいわゆるお雇い外国人のエドワルド清曽根っていう人が描いた絵なんですよ。名前もちょっと覚えやすいですね、清曽根。清曽根、うん、なんだけど、いつ描いたかっていうと、多分ここに描いたんだけど1883年。はい、つうことは西郷隆盛はもう亡くなってるんですよ。1877年に西南戦争で死んでるじゃないですか。はい、亡くなってるわけですよ。うん、清曽根は西郷隆盛を見たことがないわけですよ。はあ、本人を前に描いたわけではないですね。うん、本人を描いた肖像画ではないわけですよ。でさらに言えば、西郷隆盛は写真が一枚も残ってないの。ではでは、どうやってどうやって描いたのかなって話なんだよね。はい、いろいろこうポイントは多いんですよ。この1883年って、1877年にこの人西南戦争で亡くなったでしょ。でそのことによってこの人逆賊になったわけですよ。要するに反乱を起こした、はい、天皇陛下の軍に対して、牙を剥いたということで、まだこの頃逆賊なんですよ。なのにこの肖像画を描かせたっていうのは、これを描かせたのは当時大蔵省の印刷局長だった徳能良介っていう人なんだよね。この人薩摩藩出身で、まあ、西郷隆盛に非常に心酔してたわけだよ。だから薩摩出身の人たちはみんな西郷に同情的なわけですよ、基本的に。その西郷を征伐しろと言った大久保利通ですら西郷には同情的なわけですよ。だからそういう薩摩藩有志たちの希望で西郷さんの肖像を残しておこうと言って、でじゃあその清曽根に頼もうということで書いた。でこれに関しては薩摩藩出身者がだから陰ながら全面協力したわけですよ。へえ。で清曽根はじゃあどうやってこの見たこともなければ写真もない西郷隆盛の像を書いたかというとですね、弟、西郷隆盛の弟の西郷継道、なんか柔道と読むのが正しいという説もあるんだけど、西郷継道の上半分、はい、それから西郷隆盛のいとこにあたる大山巌、はあ、これの下半分、これを人力合成して、人力合成して描いたという。へえ、ああ、言われてみるとね、弟だし、まあ、いとこだから基本まあ似てはいるわけですよ。うん、でまあサジェッションした人もいたわけでしょ、薩摩藩みんな西郷隆盛を実際知ってる人たちが、目やなんかは弟に似とったな。うん、でふっくらしてるところはいとこの大山巌に似とる倍かなんか知らんけど薩摩ですからね、似とったいみたいかなんか知らんけど言ったんですよ。それで書いてみたら、こんなこつそっくりじゃみたいなことになった。はい、うん、当時のそのだから西郷隆盛を知る人たちがみんなやっぱり認めたというんですよ。で以後これが西郷隆盛像の決定版になるわけですよ、合成肖像画が。はい、で島崎さんだけじゃなくて、これも写真だと思う人も多いぐらい決定版になっていくわけですよ。でその後、まあ、西郷さんといえば上野のこの銅像有名ですよね。本人部分はあの高村光雲が作ったんだけど、高村光雲もこれを参考に作ってるんですよ。そっくりですもんね。うん、あと最近なんかウィキペディアとか見ると、この肖像がよく載ってるんだよ。うーん、これすごい変なの分かる？
まあ、これさ門がさ、はい、こう丸十島津家の門じゃん。島津家の家紋はつけねえだろうって話。なんでこうなっちゃったんですか。これはね、これの出どころどこなんだろうと思って俺調べたら、昭和10年1935年に近世名刺写真、近世の有名な人の写真っていう本が出てるんだよ。近世名刺写真その1っていうやつにこれが載ってるんだよ。で、近世名刺写真だから写真風にしてあるんだよ、はい、で、これの元へ何かと調べたら、ちょっとこれ部分しかないんだけど、どうもこれっぽいんだよ。元のちょっとこの部分なんだけど、はい、これこうでしょ、はい、うん、でじゃあ これは何かっていうと、これはですね、鹿児島の画家、種子島出身の大牟礼南東っていう人がいるんだよ、ね、この人だから種子島出身、薩摩出身の人 で同じ薩摩出身の東京美術学校の黒田清輝の下で学んだ人なんだよ。でその人が、西郷隆盛没後50周年記念の時だから、1927年に描いた絵なんだよ。でその時は、西郷隆盛の孫の西郷隆治っていう人をモデルにしたって言うんだけど、もちろんこれも参考にしてるんだよ、清曽根の。まあ同じ、うん、ですね。でこの大牟礼南東が描いたこの絵を写真風に加工して載せたのが、その昭和10年の近世名刺写真その1に出たこの絵なんだよ。はあ、だからこれも元をたどればやっぱりこれなんだよ、清曽根なんだよ、ね、そのぐらい力がある絵なんですよ。でこの清曽根っていう人は他にも、これ以外にも、西郷隆盛さん以外にも多くの日本人が写真だと信じてた絵を描いてるんですよ、うん、それが何かというとですね、こちらなんですよ。写真だと思っているんですが、思ってたでしょ。多くの日本人がこれを写真と思い、明治天皇御神絵として拝んでた、これ清曽根の絵なんですよ。リアル。で明治天皇の数少ない写真としては、はい、内田久一っていう人が撮ったこの写真があるんですよ、はい、うん、まあこれはまあ踏まえたでしょうと、うん、だけどこれも1888年に描いてるから、これは15年も後だから、それなりに明治天皇もお年を召してるわけですよ。なので清曽根は明治天皇が弥生社っていうところに行幸なさるときに、その姿をこう見て、でそれをスケッチして、でさらに自分でこうポーズ撮って、これ清曽根さんですか。これ清曽根ポーズこう研究して、だから自分でポーズを撮ったりなんかして、この明治天皇のこの御神絵を描き上げた。これもだから多くの人が写真でこれが明治天皇だと思って思ってました、信じて疑わずにあれしてたんだけど、これも清曽根の絵なんですよ。騙された。いや騙されないわけで、これを写真に撮ったやつをみんな御神絵と思ってたわけですよ。でこれ日本国内の話なんだけど、結構これ国際的にも信じられてるやつがあったんだ。でこれもと俺思ったんだけど、それがこれなんですよ。これは見たことない？ビスマルク的な。ビスマルク的な人だよね。ドイツ人で、だからこれシーボルト。ああ。シーボルトっていうとこれよく出てるんだよ。へえ。ドイツ語のウィキ見たら、もうこれがシーボルトのショーポートレートっつってこれが出てるんだよ。はあ。これ清曽根なんだよ。へえ。これ清曽根が日本で描いた絵なんだよ。へえ。で
これ頼んだのはね、当時の駐日日本にいたイタリア公使が1875年に頼んでるんだよ。でその頃実は日本にはこの人の息子のアレクサンダー・フォン・シーボルトっていうのがいたんだよ。でしかもあの清曽根が働いていた大蔵省の大蔵省好き通訳をやってたんだよね。そうなんですね、うん、でこれがアレクサンダー・フォン・シーボルトなんだけど、ちょっとだからやっぱ息子も見ての上での作った肖像なんだよ。もちろんもちろん清曽根やシーボルトの現物見たことがないわけだよ。だけどこの息子は知ってるわけだよ。でそういうところがこの作り上げたこのシーボルト像も結構世界的にもうシーボルトといえばこれみたいな、すごいね。だから西郷隆盛と明治天皇とシーボルトのイメージは清曽根が作ったんだよ。でそれほどの画家なのにさ、はい、日本の洋菓子みたいなところには出てこないんだよ、この人。これどうしてかっていうと、このね管轄が違うんですよ。管轄が違うんですよ。この清曽根っていう人のメインの仕事は別なんですよ。何ですか？お札の原版を作ることなんですよ。そのために呼ばれてるんですよ。つまりこの人は大蔵省に呼ばれてるんだよ。おだから清曽根は大蔵省方面では日本のお札の父として有名なの。そうなんですね。お札の博物館とかみたいなところに行くと清曽根めちゃめちゃいるの。それはじゃあ画家としてではない。画家としてではなくて、お札の、まあ、原版だから、まあ、絵は描くんだけど、それ以上にその原版を作るっていう技術で呼ばれてるんだよ、この人は。すごい人ですね。だからね、いろいろこう資料をあれしてもね、全部そっち方面からの資料なんで、お札の父としての。だからあんまり美術の方には出てこないんですけれどもね、まあ、この人、まあ、生涯を簡単に紹介しておくと、1833年に、まあ、イタリアのジェノバ、あの北の方の港町だよね、ジェノバの近郊のアレンツァーノっていうところで生まれてるのね。でお父さんも版画とか印刷をやってて、で結構裕福なうちに生まれ育って、うん、それで、14歳の時にジェノバにあったアカデミア・リグリスティカっていう、まあ、よくリグーリア美術学校って訳されるんだけど、まあ、そこの美術学校に入って、で銅版画ラファエラ・グラナーラっていう先生のところで銅版画の技術を学ぶんだよ。で1855年22歳の時にもう特別優秀賞で卒業して、その先生の工房に入って働き始めるわけ。だから画家というよりこの人は版画家なんだよ。でどういう仕事をやってたかっていうと、そのイタリア時代のこの清曽根作品、例えばこういう大道のバイオリン弾きとかね、まあ、こういう感じの銅版画を作ったり、あとこれなんかは他の画家が描いた油絵を銅版画に起こしてるわけ。これでパンと涙っていう作品らしいんだけども、でこういうように当時はまだほらあのカラー印刷の技術とかがさ今ほど進んでないじゃない、はい、だからいろんな名画をさこう銅版画にして、それで画集を作るっていう仕事がたくさんあったんだよ。でその名画をこの銅版画にする人として非常に優秀だということで活躍して、数々の賞も取り、29歳の時にはあのミラノのブレラ美術アカデミーの名誉会員にもなってる。このいわゆるこう名画の銅版画で非常に地位を得てた人なんだよ。でだから絵がうまいだけじゃなくって、その版画の技術が高いということで、その清曽根に目をつけたのがイタリア王国の銀行なんだよ。でその銀行の紙幣お札の原版を作ってくれという原版制作者に抜擢されちゃうんだよ。へで当時印刷技術はイタリアよりもドイツの方が高かったから、うん、お札はそのドイツのフランクフルトにあるドンドルフ・ナウマン社っていうところで刷ってた。だからそこに出向して
原版を作れと、ね、原版そんな持ったりなんかするとお札だから盗まれたりしたら大変だから、もう先方行って原版作って印刷も全部監修してお札作ってきてくれみたいな感じで出向するんで、ドイツの会社にドンドルフ・ナウマン社で、これがこの清曽の、ね、運命を変えたんですよ。でだからドンドルフ・ナウマン社っていうのはそういう感じで、他の国のお札の印刷やなんかも請け負ってた会社なんだよ。でそこに清曽根がいたわけだよ、はい、でちょうどその時に日本がもうこの日本のさ、お札の制度、明治時代のお札の制度ってものすごく複雑で、もう 俺も管轄外だから、なんかお札の博物館かなんか行ってほしいんだけどもうしっちゃかめっちゃかなんだよ最初の頃。だってそれまで江戸時代まで各藩が藩札とか出したりさってやって、あと一両だと一両二部だとかさ、二種だとかさ、そういう単位でやってるわけじゃん、ね、でそれを貨幣を統一していかなきゃいけないわけじゃない。だからまず円で統一するみたいなところから始まって、でいろんなところが勝手に出しちゃってるお札これどうすんだよみたいな話になって、でじゃあもう政府が政府としてのお札を出しますっていうことで明治通宝っていうお札を作ることになったんだよ、はい、でそのお札の印刷をドンドルフ・ナウマン社に頼んだんだよ。でそれでできたのがこの明治通宝っていう、お札なんだよ。なかなかかっこいいですね。金十円ってなってるだろ。へ、これもなかなかすごくて、ここにさ明治通宝って赤で朱で入ってんだけど、最初これ全部手書きだったんだって。一枚一枚ですか、うん、そういう100人ぐらいの人が毎日毎日手書きしてたんだけど、もう間に合わんっていうことになってなぜ手書きにこだわったんですかね。わからないんで、昔の小判とかってみんな手書きでこう入ってんじゃん。はあ、その名残名残だと思うね。手書きの方が偽物が作られないからっていう。作りやすそうですけどな。いや逆にでもやっぱ昔の人はその筆跡鑑定能力が高いから手書きの方が安心だっていうことだ。だけどもうさすがに間に合わなくて途中で全部やめて、何万枚だか書いてた手書きのやつ結局全部捨てて、こう版作って押すことにしたらしいんだよ。で問題はだよ、はい、そのドンドルフ・ナウマンでこの明治通宝の原版作ったのが清曽根なんだよ。わ、日本との出会いが、うん、日本と出会い。でしかもその頃岩倉と揉みの岩倉視察団がヨーロッパ行って、このドンドルフ・ナウマンでこの明治通宝の印刷現場やなんか視察してるんだよ。でこれは誰が作ったんですかみたいな、この清曽根っていうイタリアから来たすごいやつがいてねみたいな、そこでも清曽根の名前は日本に知られるわけですよ。でまだこれを使ってたんだけれども、いろいろやっぱりも ものがあって、まず紙の質が向こうの紙使ってたから日本のなんか気候風土にいまいち合わないと、すぐヘタヘタになっちゃうと。でやっぱりあと偽札も当然出たんだよ。で偽札事件やなんかも起きて、やっぱりこれは日本でちゃんと政府が管理してすらないとダメなんじゃないかと、日本の紙にすらないとあかんのやないかっていうことになって、日本でじゃあお札すろう、なんかこの原版作るやつ呼んでこないといかんなっていう話になって、そしたら明治通宝作ったね清曽根っていうのがすごいやつらしいっすよみたいな話になって、じゃあそいつどうしてるって言ったら、清曽根は清曽根で、もともとはさイタリア国立銀行の人として行ってるじゃん、出向してるじゃん、はい、だけどドンドルフの仕事いっぱいやっちゃって、お前どっちやねんみたいな話で、結構 どっちからもなんかよく思われない感じになっちゃってたらしくて、で居づらくなっちゃって、でロンドンの印刷会社にちょうど移ったばっかりだったんだよ、ロンドンのデルラー証券印刷っていうところに。でそこにさ日本政府から日本でお札の現場やってくれんかっていう話が来て、
しかもびっくりするほどの給料を提示されたんだよ。それが月給金貨100ポンドっていうんだけど、これ当時の日本円にすると454円71銭8厘なんだって。月だよ月、はい、でだいたい2万倍って言われてるんだよこの頃の。それから言うと月やっぱ900万円相当のこう年収1億超えなんだよ。でちなみにこの当時のこれっていうのがあの大久保利通の給料と同じだったっていう言うんだよ。だからそのぐらいの高級でやっぱりそのぐらい重要だというこの札作るっていうのはね、よほどね、もうそれははい喜んでで来ることになった。あのヨーロッパでね自分ちょっと立場いろいろ微妙なことになってるしって一応行きますかって言って1875年の1月12日に来日するんですよ。でこの人はなかなか関心なのはやっぱりね給料分の仕事 してるんだよね。もうつくや否やバリバリ仕事してるんだよ。それがこの神宮皇后札と呼ばれる、神宮皇后っていうもうあの伝説の皇后ですよ、はい、日本史上のね、はい、これちなみにあの当時の大蔵省印刷局の女子職員がモデルだったる お美しい要するに一枚の絵の中に銅版画のいろんな技法を使ってるんだよ。あーピーク時の月給だっていうからすごいんだよ。ここでラストミステリーがあるんですよ。